地方行大学加藤義之選手を3対2で下しました。1番の試合が終わりました。脅迫を切り替えるようです。一方女子は現在1番の試合にタイムアウト。
1番藤井裕子選手日本生命が堀園美咲選手日立家庭を下しました。3対1です。この後2番の試合が行われます。